ベルサイズパーク駅ロンドン北西部、ベルサイズパーク、ノーザン線、エッジウェア支線のチョークファーム駅とハムステッド駅の間にあるロンドン地下鉄の駅である。当駅はヘイバーヒルの北端に位置し、トラベルカード増2に含まれる。2011年7月に駅舎が第2級文化財指定建築となった。ロイヤルフリーホスピタルが当駅と保険に位置する。 1960年撮影の駅舎あたり駅は1907年6月22日にチャリングクロスユーストンハムステッド鉄道のチャリングクロスゴルダーズグリーン間の開業に伴って設置された。3基の深さ33.2メートルのエレベーターと219段の階段で改札口とホームが結ばれている。駅舎は建築家レスリーグリーンの設計によるもので、 赤いテラコッタタイルで装われた4つの半円形の窓を備える。自動改札機が設置され、エレベーターが更新される1980年代まで、ほぼ開業時の姿を留めていた。防空壕内部あたり駅は、ロンドン地下鉄に8駅ある駅直下に防空壕を備える駅である。防空壕は、第二次世界大戦中に公務員の避難場所として建設され、 ヘイバーストックヒルの下に入り口がある。ロンドンバス 168C11 深夜バス N5 が当駅を経由する。ありがとうございます。